上空曇り空の中ゲームがスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズの15回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、まあ、野球やってて楽しんでるという感じ。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の松坂。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは真由美。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高めの変化球から入りました。2球目は何で来るか。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー松坂。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のドラゴンズは3位です。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なのでここで点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから相手バッテリーは相当警戒してくるでしょうね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。際どいところへ決めてきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。見送ってボール。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあそして打席には掛布入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあ2アウトながらなおもチャンス。打った、高く上がった、センター下がる、抜ければ先制ですがセンターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点を先制しました。センターオーバーのタイムリーヒット、1対0。タイガースなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。理想通りの攻撃となっています。さあそしてバッターボックスには石峰入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんからもっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、緩い変化球、まずは見送ります。これは足元への変化球、ここはあっという間に追い込んでいます。引っ張った、これはどうだ、ショート取った、一塁へ送ります。これでシーズン最多安打記録を達成。ツーアウトランナー三塁一塁、いきなり牽制セーフ。最初は変化球できました、ボールになります。一塁牽制、一塁はセーフ。さあきっちり走ってくるんでしょうか。3球目は何で来るか。打ちました、強打、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。1回終わって1対0、タイガース先制です。2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、木戸打席に入ります。タイガース同点で迎える2回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは初球打ち、この打球はフライになっています。阿部抑えてワンアウト。バッターボックス糸原、
まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。いい当たり、ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース勝ち越しました。2対1になりました。自らのバットで援護点をもぎ取りました。さあ、自らのバットで勝ち越したシーンをもう一度ご覧いただきましょう。いや、もう野手並みですよね。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。さあ、そして打席には真由美入っています。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。初球打ち、これはいきますね。レフトが下がっていく、下がっていく、入った。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース4対1。ここ一番の集中力が光ります。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。2番バッター松永、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。インローボール、打った、これもいったか、ライトが下がっていく。頭上ぐん入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。低めでしたが前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース5対1。見事な一発が飛び出しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、本当にうまく反応しましたよね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。さあ、バッターはバース。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。インコース打ちました。いい当たり、打球は切れました。ファールボール。打ちました、これもいったか、下がってライトポール際、判定はファウル。低めの変化球は外れました。変化球空振り、ツーアウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。インサイド落ちました、高く上がった。これはどうか、右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割5分3厘。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、6対1になりました。タイガースリードを5点に広げています。6番バッター八木、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。低めを2球続けました。見送っています。ボール、ファウルになります。これもファウル。
打ちました。センターに強い打球、伸びていく、どうだ、どうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対1、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには7番、木戸。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2回終了7対1、タイガースが勝ち越しています。これから3回の裏タイガースの攻撃です。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか？そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね、この流れそのまま続けることができるんでしょうか。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。今のは危ないボールでしたよね。空振りになります。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーに打順が回って、先発の中村バッターボックスです。先ほどのタイムリーは見事でしたね。ここももう一本狙っていってほしいですね。そうですね。2球目打ちました、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバー。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、8対1、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは2番松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対1、タイガース大量リードとなっています。打順は3番、バース。これが初球、ファウルになります。これが2球目、打ちました、ライトに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、10対1、タイガースなおもチャンスです。打順は4番、掛布。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか。2球目打ちました、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、11対1、タイガースなおもチャンスです。打席には5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。振ってきません、外れています。打ちました、ショート取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは6番、八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでした。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、アルモンテが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは木戸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。
赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょう。打ちました、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。起動、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。真ん中打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチはアウト、タイガース1点追加します。12、次はピッチャーの打順ですが、先発の中村打席に入ります。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。そうですね、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。打順は1番に帰ります、バッター真由美。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打った、強打、掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース1点を追加しています。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っていました。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。3塁回って今ホームイン、13対1、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれを打った、これは入りますね。頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、14対1、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは小熊。さあ、マウンドに上がったのは小熊、今シーズン8試合目の登板です。さあ、初球は何か。内ごろのボールでしたよね。ピッチャーが変わっての初球はストライクを取りに来るので狙ってないといけませんよね。そうですか。アウトコース外れます。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。15対1、主砲の一発で1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打順は5番、石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね、さあ引き続きここもつなげていきたい場面です。真ん中決まった、ノーボールツーストライク、これが3球目。これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。インハイ際どいコース、ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックス八木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、打線は絶好調ですね。そうですね、まあこうなってくるとチーム全体がイケイケになってきますからね。はい、さあ勢いに乗っていきたいところ。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。7番バッター木戸、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。初球打ち、これはどうだ、センターへ抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。
バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った。さあバックホームするか。抑えます。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターは今日の先発ピッチャー中村。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。引っ張った。これはどうか。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウト。ここまでのハイライトです。1回の裏このチャンスの場面、しかしバットに当たりません。先制のチャンスを逃します。さらにこの回一打先制のチャンス、4番バッター掛布、初球を叩いてタイムリー。タイガース先手を取ります。2回の裏、得点圏には勝ち越しのランナー、ピッチャー中村。その初球をしっかり弾き返します。タイガースここで勝ち越します。続く攻撃、得点圏にランナーを置いて1番真由美、初球から狙っていました。タイガース2点を追加します。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから2番バッター松永、3球目を捉えました。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。真由美バッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。見送ってストライク。次が4球目。この球は外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。小熊、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。強打抑えて、これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には3番バッターバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。ナイス、セーフ、盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。打った。大きな打球になった。この打球は落ちそうだ。センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。さあバッターは掛布。この打席でホームランを放てば今シーズン40本。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。見送ります。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は6割2分7厘となっています。いやー、打ってますよね。さすが4番、頼もしいバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃない。引っ張った。このフライはヒットになりそうだ。ライト線フェアです。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは又吉。さあマウンドを任されたのは又吉。今シーズン29試合目の登板です。初球は何で来るか。初球打ち、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。バッターは6番八木。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから。それがミス。
インサイド落ちました。これはどうだ。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。伊藤がマウンドに上がります。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス糸原、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野真ん中打ちました。ショートの横抜けた、三塁へ送球する。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー三塁一塁。初球ボール球です。さあ2球目は何か。高めへのストライク、152キロ、落としてきた。しかしバットは止まっています。高め決まってストライク。ここは絶対抑えたい場面です。チャンスの場面振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って真由美、今日はホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ワンアウトランナー一塁三塁です。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割。打ちました。痛烈、センターに抜ける、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。打順は2番松永、今日はここまでホームラン2本を含む5安打の大活躍です。いやすごいですね。まあこういう日もたまにはあっていいですよね。すさまじい集中力を見せています。さあ外してくるのか。引っ張った、これはどうか。一塁線破っていった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、滑り込んでセーフ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。次が2球目、バッター見送りました。さあ3球目は何か。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガース引っ張った、ファーストを取った、ホーム送球アウト、アウト、ダブルプレイ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打席には6番バッター八木、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目は何で来るか。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。大きく外れました。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターボックスは7番木戸、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。デッドボールのランナーが出て2塁1塁となっています。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。
これではバットが出ません。ストライクです。大きく外れました。バッターボックスの日戸、今シーズンの得点圏打率は4割9分1厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。アウトコース打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ここはフライになっています。インフィールドフライでワンアウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打席には8番バッター糸原、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。初球打ち、ライン際に打球が飛んでいる。ビシエド、セカンド送球、ランナー挟まれた。タッチしてダブルプレイ、チェンジ。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの16回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の笠原、バッターは新庄。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。空振りになります。インサイド落ちました。切れました、ファールボール。打ちました。ファールゾーン切れそうです。またファウル。
ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。レフトセンター見送った。先制ホームランです。タイガース、初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。タイガース1点を先制しました。1対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは松永。昨日のゲームはなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やか初球打ち、レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。バッターは注目のルーキーバース。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ワンアウトになっています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のドラゴンズは3位です。タイミングややずれています。あっという間に2ストライクです。打ちました。阿部、これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。さあバッターは掛布。この打席でホームランを放てば今シーズン40本。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。この球は外れています。打った、高く上がった。センターバック、センターバックする。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで8試合連続安打。ワンアウト3塁2塁です。まあここはクリーンアップですから最低でも犠牲フライという感じでしょうね。はい。さあクリーンアップらしいバッティングができるんでしょうか。引っ張った、伸びていく。どうだ、入れば貴重な追加点。入りました、ホームラン。スリーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。クリーンナップから飛び出した一発になりました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは真由美。昨日のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打った、これもいったか。左中間に大きな打球、レフト線、しかし入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。ここ一番の集中力が光ります。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは7番に入っている梅野。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースホームランで得点を挙げています。左
りました。ファールボールです。低め見送っています。3球目打ちました。落ちました。これで5連打。ワンアウトランナー1塁となりました。打席には8番バッター糸原。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが2球目。引っ張った。これはどうだ。これで6連打。ワンアウトランナー2塁1塁。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。高めのボール、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース7対0。タイガースなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター新庄。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、引っ張った。グラブが届いた。アウト。ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。いい動きでした。西さんいかがですか。いやよく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。初球空振りです。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割2分。引っ張った。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランが飛び出しました。1回終わって7対0、タイガース先制です。2回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは又吉。今シーズン30試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。さあ西さん、序盤ながらこの展開で変えてきましたね。そうですね、この試合展開ですからね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打ちました。浅いフライ、センターの前に落ちました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには4番掛布。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。次が3球目。打ちました。痛烈な打球、右中間に強い打球、ライトセンター入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。追加点が入りました。タイガース9対0。らしいホームランを見せてくれました。バッターの八木、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打った。強打、掴んでワンアウトです。打順は6番真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ワンアウトランナーありません。これはショート。強打、抑えて2アウトになりました。バッターボックス梅野。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。2アウトランナーありません。打ちました。これは大きい。伸びていく。大きな当たりが外野を襲っている。レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。バッターボックスの糸原、今シーズンの得点圏打率は6割7分3厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。
く下がっていく。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。10対0。タイガースなおもチャンスです。さあ打席には先発の高橋入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット。11対0。タイガースちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って新庄。打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。12対0。タイガース大量リードとなっています。バッターボックスには2番松永。まず何を投げてくるか。ランナースタート。キャッチャー送球してナイスチーム。ボール成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。ああやはりそうですか。改めてお聞きします。バッターの松永、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ右でも左でもホームランが打てる貴重なスイッチヒッターですね。ああそうですか。ファウルになります。打ちました。センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンターオーバー。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。13対0。タイガースちょっと一方的になっています。3番バッターバース、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。初球打ち、右中間に大きな打球。ライトセンター下が入った。ホームラン、ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース15対0。らしいホームランを見せてくれました。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは福谷。さあマウンドを任されたのは福谷。今シーズン10試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール、打ちました。これは大きい。伸びていく。外野へまだ伸びている。ライト線深いところフェアです。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁。ちょっとタイミングはずれました。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。切れました。ファールボール。ドカーン、これは行くでしょうね。スタンド一直線、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース、見事な一発が飛び出しました。バッターボックスには6番真由美。タイガースホームランで得点を挙げています。初球は何から入ってくるか。打ちました。これは浅いフライ。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。赤星さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。そうですね、ここまでは最高の形で試合を進めています。本当にそうですよね。打ちました。伸びていく。外野ヒットになりそうだ。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。取った。一塁送球アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。
さあ追加点のランナーを置いた場面です。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待し、打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン50本目のツーベースヒットということになりました。バッターは2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。4球目は何で来るか。打った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、ライトオーバー。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タッチはアウト。これで2アウト。タイガースが突き放します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは3番バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。いい当たり、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ツーアウトランナー二塁。最初は変化球できました。打った、高く上がった。これは行くでしょうね。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。5番バッター八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。三遊間強打、抑えて、これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。6番バッター真由美、今日はホームランを放っています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。ノーボール2ストライクです。追い込まれてるんで、際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。痛烈な打球、これは入るでしょうね。高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。タイガース見事な一発が飛び出しました。バッターは7番梅野、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せ、打ちました、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。初球から積極的に行きましたが、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから4回の裏、タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは小熊、今シーズン9試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。この打球は、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。インサイド落ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。
タイガースちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。打席には2番バッター松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待します。打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。ストライクです。低めは外れました。これはこのフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。変化球空振り、ワンアウトです。4番バッター掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これで3打席連続のヒット。2アウトランナー1塁。さあバッターは真由美。西さん、それにしてもよく打ちますよね。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ50号となるのか。3球目打ちました。阿部が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。西さん、これくらいの大量リードですと、リードしている側の選手の心境にも変化があると思うんですが、いかがですか？いや、とにかくね、雑にならないことですね。明日以降に響きますからね。そうですね、気を引き締めてプレーしてほしいですよね。3球目は何で来るか。打ちました。浅いフライ、この打球はフライになっています。4球目打っていきましたが、レフト掴んでワンアウト。打順は8番糸原、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。小熊、まずは先頭バッターを打ち取っています。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになりました。これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターは高橋、今日はバットでも貢献しています。先ほどの打席でタイム初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、レフト見送った。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。低めでしたが、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース、ここ一番の集中力が光ります。2番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発ジャストミート、伸びていく、外野大きな打球になった。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ワンアウトランナー二塁となりました。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、これはスタンドへ入り